おいおい、マジかよ。俺の目がおかしくなったのか？俺、池袋に来たんだよな。なのにこれ、まるで昔の秋葉じゃないか。いつから池袋はこんなことに。お兄さん、それ本気で言ってるの？池袋なんて昔からずっとこうじゃない。新宿や渋谷と並び、三大副都心の一つとして東京を賑わせている池袋。この地に初めて降り立った時、まず感じることといえば、やはり賑わう人々への驚きだろう。おお、どこを見渡しても人とビルだらけ。ここが東京、池袋なのね。気持ちはわかるけど、あんまキョロキョロしたら悪目立ちするわよ。あ、ごめんごめん。でもこれくらい許してよ。こっちとらど田舎出身なんだからさ。まあそれもそうね。ここ池袋は東京人だけじゃなくて、埼玉方面に伸びる路線があるおかげで埼玉県民も結構いるからね。ターミナル駅の1日平均乗降者数は4社合わせておよそ258万人。大規模繁華街に歓楽街、あとは家電量販店とかラーメン店の激戦区、まさに何でもある。それがメトロポリタンたる池袋の姿よ。時は明治時代、廃藩置県が行われ、鉄道が開業したことによって人の行き来が増大し、栄えることとなった池袋。人が集まるところにはお金が落ち、お金が落ちたら経済が豊かになって発展するのが社会の在り方だ。日本でも早い段階に発展化に成功した池袋は、交通の結節点としてさらなる人の呼び込みに成功し、太平洋戦争直後でも大規模な開発が進められるほどのにぎわいを見せていた。ってな感じで、サンシャインシティとかのランドマークができて今に至るってわけ。それで今から私たちが行こうとしているのが、そう、女性オタクの聖地、乙女ロードよ。乙女ロード、まさか池袋なんて超おしゃれな街にそんなサブカル文化があると思わなかったよ。しかも乙女って言えば聞こえはいいけど、実際によく言われてるのは腐女子の聖地だし。こういうのってそういう文化が根付いてる秋葉にあるもんじゃないの？まあ間違ってはないわね。でも実は池袋もずっと昔から秋葉に負けないくらいのサブカルタウンなのよ。なんたってあの漫画の神様、手塚治虫が住んでた街なんだから。え、そうなの？かつては豊島区池袋界隈で暮らしていたという漫画の巨匠たち。そういったこともあり、池袋は文化としては繁華街などよりもむしろサブカルの方が根付いていたと言ってもいいだろう。そこに加えて1987年にアニメイト池袋本店が開店したり、1990年代にビッグカメラがパソコンを販売したりと、オタクが集まる街へと変貌。そして秋葉原が男性向けオタクに力を入れるようになったことと、2000年にアニメイトが女性向けオタクの方に力を入れるようになったことで、東京には秋葉と池袋の2つの巨大オタクタウンが誕生したのだった。へー、そういう共存の仕方だったんだ。そう、だからいろんなランドマークもあって、秋葉といえばラジオ館、池袋なら K-BOOKS とかアニメイト池袋本店がよく言われるわね。でも今となってはオタクの聖地として一括りにされてた秋葉も、もう何かあったの？簡単に言えば、あそこはもう俺たちの知らない街になっちゃったのよ。今までは世間的にオタクといえば秋葉、秋葉といえばオタクだったのだが、再開発に次ぐ再開発でオフィス街へと変貌している。特徴的だったアニメの看板が外されたり、ホビーショップや東京アニメセンターなどが閉店したりと、オタク文化は徐々に消失。秋葉に足しげく通っていたオタクたちは寂しい思いを強いられていた。その結果、男性たちも池袋に流れ込んできた？そういうことね。もともと普段市の登場で男性客もいたにはいたんだけど、今はそういうくくり関係なしにたくさんのオタクが池袋に集まっているの。まあ秋葉がなくなったのならそりゃみんなこっち来るよね。2013年時点で池袋は男性向け商品も結構入れていたから、土台はとっくの昔にできていたしね。あとは高野幸雄区長がオタク文化に理解を示して、それを街のスポットにしたことが大きいわ。え？アニメイトの中に劇場を新設ですって？
それだけじゃない。売り場面積を約2倍に増大したり、アニメイトカフェを新設したり、とにかく大型リニューアルするんだ。世界最大のアニメショップとしてね。でもそんなに拡大させるには十分な土地がないと。そのために旧池袋保健所を解体するんだよ。もちろん保健所は別に建てた上でね。2020年には歌舞伎や映画館などの劇場施設が8つもあるハレザ池袋がオープンするんだ。そこに加えての今回のリニューアル、東京オリンピック・パラリンピックが終わったら池袋は日本最大の劇場都市になるよ。そして2023年に大型リニューアルオープンしたアニメイト池袋本店は地下2階から9階になる超大型施設へと進化。それによってギネス記録にも認定され、名実ともに池袋は区公認のオタクタウンとして東京の地に根ざしたのだった。2023年、高野区長は新型ウイルスの感染により命を落としてしまいました。それにつきましては悔やんでも悔やみきれません。しかしだからこそ、高野区長が作り上げたこの国際アートカルチャー都市は絶対に途絶えさせません。今回アニメイト池袋本店のグランドオープン1周年とギネス世界記録認定は本当に嬉しい限りです。豊島区としても大きな自慢になります。豊島区とアニメイトさんは兄弟のような関係だと思っていますので、今年もアニメイトさんと連携していろいろな盛り上げをやっていきたいと思っています。こうして秋葉とは違い、区全体がオタクタウンを盛り上げ続けていることで、池袋は不益流行と発展し続けているのであった。まるで強くてニューゲームって感じの街だよ、池袋は。今じゃ秋葉のいいところも引き継いだみたいにさ。昔は板場を持って店の前でたむろする、はっきり言って怪しい人ばかりだったものね。それが今じゃオタクの社交場。アニメを見る人の偏見も平成初期とかに比べたらはるかになくなってるし、過ごしやすい街になったわ。ほんと広くて明るくて、コスプレイヤーも推し活する人も当たり前にいる。まさにオタクのための街よ、池袋は。オタクを見捨てて再開発を進めている秋葉原、オタク文化をリスペクトしている池袋、結果的には池袋がボロ儲けしそうね。でも秋葉原だって再開発で電気街としてランドマーク化を狙ってるし。あんたバカね。オタクの金銭事情舐めたらあかんよ。あの人たちは好きなもののためならひっくほど金かけるから。確かに秋葉の地下には博士金ちゃんの親衛隊がいたって噂があるほどだから、そこら辺には詳しそうだね。ところでいくら貢いでもらったの？50億。二階さんの裏金か。それ